ートレース平和島の6日間シリーズ G3 平和島レディースカップシリーズ2日目の熱戦は最終レースを迎えました。記者選抜第12レースの開始です。1号艇は弘中千恵、2号艇湯浅紀香、3号艇山川美幸、4号艇門田詩織、5号艇笠野幸恵、6号艇小林成美、以上の6選手の対戦です。作戦行動は動きなく枠番通りで推移しています。インコースは1号艇の弘中千恵、前半カードはまくりを決めて勝利を挙げた弘中、今度はこの高枠の一戦逃げてこの2日目連勝ゴールとしたいところです。2コースは2号艇の湯浅紀香、3コースには3号艇の山川美幸です。後方には3艇が船を引いていきました。4コースカードは4号艇の門田詩織、前半カードではアクシデント、ここは立て直しになったかという一戦。そして5コースは5号艇の笠野幸恵、アウト6コースが6号艇の小林成美、定番通り3対3と分かれました。第12レース記者選抜、内から1番2番3番4番5番6番スタートしました。インコースは1号艇の弘中、センター3コースからは3号艇山川、1マークへ向かっていきますが、陰線1号艇弘中逃げてセンター握る3号艇山川、3番の山川のまくり、内側からは2番の湯浅が差しに構えてバックセッチへ入っていきます。さあ差していった2号艇の湯浅、3号艇山川流れ加減でバックの中間地点では差した2号艇の湯浅が2停止に先行しました。スタートは前提正常、3号艇の山川の内側に6号艇の小林が入っていきましての1周2マークの攻防です。2マークは2号艇の湯浅が先頭で回った後ろ、2番手先前6番の小林を指していった3番の山川が2番手です。2番3番6番の体勢になりました。レースは2周目第3マークへと向かっていきます。4停止から5停止のリードは2号艇の湯浅紀香、2周目第3マークを旋回、2番手は3号艇の山川美幸、3番手6号艇の小林成美では苦戦です。その後方から4号艇の門田がさあここは追い上げを見せて6番の小林を捉えてきました。3番手争いへと持ち込んでバックの中間地点、インコース4号艇の門田、アウトコースは6号艇の小林、それを一定心でじわりと5号艇笠野が追っていく2周目2マークの旋回です。さあ3番手争いですが、今度は5番の笠野が先に回って4番の門田が差し返していきます。6番の小林は少し遅れを取りまして、直線コースでは4番の門田が現在は一定心前で最終周回です。現在体勢は2番3番4番となって迎える3周第3マーク、2号艇の湯浅紀香先頭、3号艇の山川美幸2番手、そして3番手ですが4号艇の門田詩織、内側から5号艇笠野幸恵が上がっていきまして、その差を一定心まで詰めてのラストコーナーです。さあ内側から5号艇笠野が4号艇の門田と船を並べてきました。最終ターンマークの旋回、トップ2号艇湯浅、2番手は3号艇山川、3番手は5番の笠野が先前、4番門田差し返していきますが、逆転3番手は5番の笠野体勢235、先頭は2番の湯浅5連、2着は3番山川、3着は5番笠野ゴールイン、後ろは4番6番1番ゴールインです。さあここ2コースからね、刺してシルバー勝利上がりましたけども、はい、ご自身にはいかがですか？いやもう本当嬉しいです。はい、ではねこのレース見ていきたいと思います。はい、進入は枠なりの3対3、岩佐選手は2コースからの進入で、はい、スタートタイミングですね、ここコンマ2台半ばあたり、はい、皆さんちょっと控えめでしたね。はい、ちょっと、うん、自分展示も遅かったので、うん、ちょっと様子見ていってしまってたんですけど、うん、ちょっとはい遅かったですかね。でちょっと課題が残ったかなってとこですか。はい、はい、ここから1マークに向かっていきますが、はい、スリットというのはどんな、まあ、ちょっと落としちゃった分、うん、ちょっと前に行かれちゃったのかなって感じなんですけど、はい、ただここね差しがしっかりと入った感じには見えるんですけども、はいはい、いやもうちょっとターンマークだけ見て、うん、もう回りました。あそうですか。ターン回りというのはここまで4走する中ではどんな感触できてますか？そうですね、ターン回りとか、うん、出足とかはいい方だと思います。うんうん、直線はどんな評価になるんですか？直線は足合わせとかしてもまあ普通ぐらいですかね。うんうん、はい、ここまでは4走する中では調整はどんな感じで来てるんですか？まあ、ちょっと回転を抑えたりして合わせてるんですけど、うんうん、なんか前半はちょっと抑えすぎて、うんうん、なんかターンがちょっとしづらかったです。そうですか。ただ回転調整でいける感じですか？はい、はい、いけると思います。うん、前日ね、流出しているモーターですけれども、はい、ではパーセントよりはパワーはありそうな雰囲気ありそうですか？ありそうだと思います。わかりました。で明日以降に向けてはどうされますか？調整は、まあ、回転合わせて、うん、乗り心地も、まあ、
合わせていけたらと思ってます。分かりました。これ平和島は初一着ですか？初一着です。そうですか、はい。じゃあね、明日の戦いもぜひまた頑張ってここね来ていただければと思いますので、はいはい、では最後にファンの皆様に一言お願いいたします。はい、明日からも船券に絡めるように頑張ります。応援よろしくお願いします。12レース勝ちましたのは湯浅選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。12レース記者選抜戦の競争成績です。1着は2号艇の湯浅紀香選手、2着3号艇の山川美幸選手、3番手争い大接戦となっております。